はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイッシュです。今回は信長の野望を想像、戦国立志伝、村上義清でのプレイ続きをやっていきたいと思います。でちょっとですね、マイクが不調が続いてまして、音声だけ別撮りにさせていただいています。ちょっと向こう何回かそういう感じになってしまいそうなんですけども、その点だけご了承いただければと思います。で、神原城をですね、武田家臣になってもらって上原城を攻めというようなことを散々やっていたんですけども、現在高遠城の防衛戦に入っています。で、この高遠城を押さえておくと何がいいかというとですね、その上原城を攻略するにあたって高遠城から出撃すると上原城を3方向から攻めることができるので、まあ、より落としやすくなるという観点から、高遠城はどうしても、死守したいということからですね、高遠城の方に村上義清自体が兵1000を率いて駐留しているという状況です。で、この後ですね、実際に上原城の攻略に入っていくというところになります。いざ参ろう。上原城を取れば、直下に武田の本領である築地ヶ崎館とかね、その辺りを攻められる心配がなくなって、だいぶ戦いやすくなるかなというところにはなります。先月の終始です。今雲の口城を春の舞台が攻めてるんですけど、雲の口城を攻め落とすのはちょっと難しいかなと思いますので、雲の口城から撤退してくる味方軍が敵、ここでは長尾になりますけどね、後の謙信軍から追撃を受けないために、一応小笠原隊で敵の追撃が万が一あった場合にも食い止められるようにということで出陣だけしています。兵糧に少し余裕があるのでできる念のための策ですね。もしですね、ここで雲の口城を攻めていた部隊が撤退するときに敵の追撃を受けてですね、今ちょうど追撃になってますけども、このまま追撃がやまずにですね、中野城、築地ヶ崎館あたりまで攻め込まれてしまうと一気に滅ぶという可能性が出てくるので、そのための自衛策として小笠原隊を出陣させていたというところですが、これは引き返しましょう。なんとか敵の追撃が緩かったというのがありますからね。今回の目的はあくまでも上原城の攻略なので、雲の口城を攻めて戻ってきた春信本体が壊滅するなんてことになると、上原城攻めがままならなくなるというのがあるので、そこをね、支援する形で今出陣をしていました。こう見てもやっぱりその武田の領地自体はかなり目減りしてしまっている部分と、北条がでかくなっているねっていうところですね。で、こうやって見てみると、長尾家ってそんなに持ってる国の数は多くないんですけど、いわゆる市場、小さなお城ですねがすごく多く持っているので、なかなかその安易に国の数が少ないから勢力が小さいっていう判断ができないのがこの長尾家ですね。城の数でいうとかなりの数持ってますからね。で、お役目、主命は残り2つです。これを達成させたところで上原城の攻略戦に入っていくと、やっぱり高遠城をなんとか持ちこたえて持っておくっていうのは上原城攻略のかなり鍵になりますからね。城を攻めるときは1方向からよりも2方向、2方向よりも3方向という形で多方面から攻めた方が当然効果的に落とせますからね。
で今あの村上由紀夫でのプレイをお届けしてますけども、今後の予定、を少しお話していくとですね、まず今予定している今後のシナリオ、信長の野望の話をしておくと、ツイッターだったかな、動画のコメント欄だったか、ご提案いただいた内容があってですね、それが何かというと、信長包囲網、まあ、実際には信長包囲網、皆さんご存知の通り第1次第2次といくつかあったと思うんですが、いずれもその目的を達することなく連合は壊滅してしまうんですけども、包囲網は壊滅してしまうんですけども、まあ、それを成就させるような、そういうプレイって面白そうじゃないみたいなことをですねご提案いただいたので、まあ、確かにそういう思考でプレイを今までしたことがなかったので、ぜひやってみたいなと思ってですね、一応今考えているのが足利義昭で、信長包囲網で信長を滅する、信長織田家を滅亡させるっていう目的を持ったプレイをしてみようかなと思ってます。これが信長の野望です、ね、で他考えているのがですね、まず一つがスターウォーズエンパイアウォーズ、これはシミュレーションゲームになるんですが、スターウォーズのものになってます。これはゲーム自体は発注をかけてますので、届き次第プレイの方を開始したいなと思ってますので、まあ、スターウォーズ興味ある方ない方いろいろいらっしゃると思うんですが、まあ、ぜひぜひちょっとね覗いてみていただければなと思います。でちょっと話をしているところで上原城攻めが始まりましたので、上原城攻めを見ていきましょう。上原城攻めはですね、通じが先館はもちろんなんですが、死守していた高東城からの兵、これで2方向からの攻撃隊が出てます。で、さらに本城神原城からは小笠原隊兵5000を出してますので、これを迂回させて右から回り込ませて3方向から上原城を包み込むように攻撃するという策でいきましょう。これで敵の数が2倍3倍であっても、まあ、戦えるかなというところですね。ご命令を報告いたします。先月の終始です。今2方向から攻めているところに神原城から出した兵5000、これを東側、まあ、画面向かって右側から回り込ませるような形ですね。隊がだいぶ撤退していきましたので、春の部の部隊と連携して一気に神原城を攻め落としましょう。合戦に持ち込みます。進む。で今後のゲームの予定の話に少し話を戻しますね。で今後の予定なんですけども、今お話していたスターウォーズエンパイアウォーズが一つと、あとですね、今ニカミックスの方でサガのスカーレットグレイス、これを実況しています。サガファンの方ぜひぜひお見逃しなくというところと、あとはパワープロヒーロー、これは引き続きガメファンの方でプレイしています。あと G ジェネですね、ガメファンの方もお楽しみいただくと思うんですが、 G ジェネ、が今進行中のものになります。で1月の予定をしておくと、バイオハザード7、これが一応1月の26日かな あたりに発売の予定になっていたかと思います。これもニカミックスが実況する予定だというふうに言っていましたので、バイオハザード7もお楽しみいただければと思います。あとスーパーロボット対戦5、これが2月の23日に発売されるものですが、これもニカミックスが入ります。スーパーロボ G ジェネ、ニカミックス大好きですからね、ぜひぜひお楽しみにしていただければなと思っています。で僕の方、ワンダーの方はというと、まずちょっと延期になっている三国志13のパープキット、これが2月16日今のところ発売予定になってますので、それは絶対やろうかなと思ってます。でそれ以外でというところで言うと、ちょっといろいろ皆さんとかのご意見もお伺いしつつ、自分でもいろいろ調べているんですけども、でやってみたい、やりたいっていうので言うと、銀河英雄伝説、バンダイ版のものをちょっとプレイしたいなと思って、購入を検討していたんですが、この銀河英雄伝説バンダイ版値段がかなり高騰してまして、ちょっと手が出せないかなというところで、もし安く手に入るようなチャンスがあれば、銀河英雄伝説のバンダイ版、これはやっていきたいと思います。
敵を追い込め。あとはですね、カンパニーオブヒーローズ、これは第二次世界大戦のシミュレーションゲームになりますが、カンパニーオブヒーローズ、あとはハートオブアイアンですね、これも同じく第二次世界大戦モチーフのシミュレーションゲーム、このあたりを検討しています。あとはトロピコ、これもね、シリーズものみたいなんですけど、僕自身はちょっとやったことがないんですが、いや面白そうなので、検討していきたいなというふうに思っています。で、あと変わり種で言うとハーストーリーというものと、あとは This is the Police っていうねゲーム、インディーズ系のゲームのようなんですけど、これがねかなり面白そうなので、検討していきたいなと思っています。で、皆さんにはですね、まあ、他にも面白いゲームいろいろあると思うので、まあ、特に、僕ワンダー向けに、ワンダーでもこれならできるんじゃないみたいなものがあれば、ぜひぜひチャンネルのコメント欄、動画のコメント欄、もしくはツイッターの方で教えていただければ、ちょっと中身ね見させていただいて検討していきたいなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。というところで、上原城を攻略したんですが、逆に上原城を攻められるといういつものパターンですね。これにはまってしまってますので、上原城の防衛戦に入っていきましょう。で、上原城をせっかく取ったのにまた取られるっていうねパターンにまた陥ってしまう、まあ、これって結構あるんですよね。その上原城なり城を取るなりした後って、特に力攻めした場合って城のまず修復がかなり減ってます。で、結構激戦になった場合って味方の兵も減っていて、敵からすると取り返す絶好のチャンス、第3勢力からするとハイエナする大チャンスになってるので、結構ね攻められるんですよね、城を取った直後って。なので今回もね防衛をなんとかしていきたいんですが、城攻めをした後ってある程度兵を駐留させておかないといけないっていうところがねありますから、兵糧も結構食うんですよね。城攻め、そして城攻めの後兵を駐留させておく間って考えると兵糧も結構消耗します。まあ大勢力になってくると、まあその程度の兵糧って大した重みにはならないと思うんですけど、まあ中小勢力からするとその駐留させておくだけの兵糧を捻出するのも結構苦労しますね。まあ、この上原城を攻めて攻められっていうのが結構その一気に勢力を拡大したり後退させたりっていうキーポイントになってくる、もちろん城攻めにはなるので最新の注意を払って行う必要があるんですが、今回のこの上原城攻めに関して言うと、まず攻めた時に関してはかなりうまくはまったと思うんですよね。高遠城から、まあ、要は西から攻め、南から本体、辻ヶ崎館から出た春信の本体、そして迂回させた半原城から出た小笠原隊、今も迂回させてますが、この隊3方向から攻撃することによって、まあ、2倍3倍兵力のあった長尾の上原城を攻め落とすことができたわけなんですが、今その耐久が減って兵も減った上原城を逆に長尾に攻められているという状況ですね。で、国力の差でいうと武田と長尾現状でいうと1対5ぐらいあります。本当になので、まともに消耗戦に入っていくとだいぶ苦しい戦い強いられるというのがありますからね。まあ、そういう意味では、ちょこちょこ投資をしていっているというのが今の、内容です。神原城ぐらいになってくると、その、進出がそんなにできないので、まあ、一つ一つのものに対して投資をしっかり当てていく
ことをしていかないと、その兵糧なりお金なり兵力なりっていうのが追いついてこなくなりますので、まあ、ここは残念ながら上原城から兵を撤退せざるを得なくなったという場面です。やっぱね、この柿崎景家はねかなり強いんですよね。統率も100近くあるし、武勇も100近くあるというところで、逆に今中野城を攻められている状態です。上原城の防衛のために兵を出したがために中野城が手薄になり、中野城が敵の攻撃にさらされている、長尾の攻撃にさらされているというのが今の状況になりますね。表情を始めましょう。先月の収支です。で、まあ、中野城自体はですね、ちょっとこの後城の攻防戦を見ていただくんですが、中野城自体はかなり小さな城、まあ、砦みたいな感じですねなっていて、城門もチョコレート、真夏の炎天下の下のチョコレート以上に溶けやすい城門になっているので、まあ、中野城を防衛するっていうのは、まあ、結果論から言うとあまり向いていない城かなという感じでした。籠城戦には。やっぱりその城の防御力、一番最初の敵からすると関門になってくるのが城門だと思うんですけど、城門がとかく緩かったですね。敵の大軍がやってきて、ここで、まあ、中野城にこもって籠城戦を仕掛けていくというところなんですが、この中野城がねもうびっくりするぐらい緩かったです。行くぞ。まあ、城の造り自体も簡素で小さくて逆に守りやすいかなと思ってたんですが、いかんせん城の城門が緩すぎた。で、相手が柿崎というのもありますけどね、ここに関して言うと柿崎じゃなくても落とされたかなという感じがしますね。兵力差だいたい籠城戦の場合だとどうだろう、2倍3倍兵力差があっても守りきれることが多いと思うんですけど、この中野城に関して言うと少なくとも手つかずの状態だったんだろうなという状況で、城門の減りが異常なほど早いです。もう突破されましたね。城門が破壊されました。この調子であっという間に城門が突破されます。みるみる減っていきますよね。敵が城内に侵入しました。敵が城内に侵入しましたという状況です。まあ、ただ本丸前の城門だけ硬いということはもちろんなくですね、この城門もあっという間に破られてしまう展開になります。こうなるとこの兵力は勝ち目がない。城門が破壊されました。これで決めるぞ。ここが勝負どころよ。これで終わりよ。ここが勝負どころよ。これで決まりだな。退却せよ。ここはしょうがないですね。お味方が捕獲されました。ご命令ください。先月の収支です。ここで中野城が落とされると、まあ高遠城がもう完全に孤立しますね。でここで慌てて神原城の回収に取り掛かるというところになります。でここでですね、長尾家から寝返りの誘いが来ます。これね、迷いに迷いました。もともと武田家に復讐するために武田家臣に耐えるということで始めたんですけど、その武田が滅びるというのは、押されているというのはいいような悪いような、だったらせめて最後の一押しは村上義清自身の手でやろうということで、ここは長尾の誘い、謙信の誘いを受けます。で
神原城ごと長尾に寝返る形になりますので、神原城から今度は武田を狙っていくっていうねシナリオに入っていきます。でもこの時点で武田はまあ城が3つ、高遠城、それとつつじヶ崎館、それに深志城、この3つになってますから、もうなんていうのかな、風前の灯火っていうのかな、かなり厳しい状況に追い込まれている中、富士吉田城とつつじヶ崎館と高遠城の3つですになってますので、この3つの城をまあ抑えに行くというところになりますね。ご覧の3つのお城が残っているのが武田の現在の情勢。でここでいきなり対今川の軍団長を任されます。まあ、村上義清からすると寝返ってまだ1ヶ月しか経ってないのに、もう5つの城を任される軍団長っていう驚きを持って迎えたと思うんですけど、もうここで早くも軍団長、ただ逆に言うとご覧の通り四方八方敵だらけなんですね。北条も敵、今川も敵、そして織田も勢力伸長中というところで、まあ、こんな中今川の軍団長に就任した、対今川の軍団長に就任したわけなんですが、やっぱり最初の目的は武田の滅亡ですね。なので今川攻めではなく、富士吉田、辻ヶ崎、高遠、この辺りを攻めるということで、まずですね、富士吉田城に関して言うともう任せます。今攻め手が富士吉田城に入ってますから、これはこのままにしてですね、つつじヶ崎館を攻略するための兵を蓄えていきますというところになります。で、味方ですね、まあこの桂尾城とかね、まあ、結果的に軍団長になったことによって給料を回復できた、軍団長の今対今川の軍団長の支配を任された村上義清の支配下には戸石城、桂尾城が入っているという状況ですね。まあ長尾に寝返ったことによって結果的に給料を回復できたと言えなくもないかなと思います。我が領内に敵が迫っております。なんとびっくり、北条から神原城に向けて1万を超える大軍が迫っているという情報が届きます。もうこれは対武田どころではないというところで、神原城をまず防衛するために兵を集め直します。高遠城を攻める予定だった部隊を一度神原城に集結させてですね、神原城で対北条を迎え撃つという戦いになります。まあ、この時点でやっぱりその北条が一気に神原城になだれ込んできて長尾の領地を荒らし回るっていう状況になるのは避けなきゃいけないので、そうすると武田も息を吹き返すという絶好の機会になってしまいますからね。それを避ける意味でもなんとかここはまずは北条を押し返すと。北条はしばらく大きな戦い兵力してなかったんだろうなというのがあってですね、至る所にかなりの数の兵力を温存してました。もちろん小田原にも1万を超える兵力が入ってますし、その周辺にもですね1万近い軍勢を抱えた城がいくつもあって、まともに正面からぶつかっても勝てる兵力差ではないというところがあったので、まあ、ここはね慎重に慎重を期して
やるべきなのかなというところでしたね。はい、というところで、次回はですね、この続きをプレイしていきたいと思いますので、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。